ビゼラルっていうネックレスなんですけど、自分でこうやってクククって削ってこうやって固めてるっていう感じなんですけど、ただ伝えたいだけなんだなんだ。皆さんこんにちは、タカラメリオスでございます。さて今日も張り切って洋服を紹介していきましょう。なんか洋服ばっかり紹介してますけども、なんか許してください。それでは、あ、ちなみにですね、ずっとつけてるんですけども、これ見てください。ビゼラルっていう僕がよくつけてるネックレスなんですけど、このネックレスね、なんと中が金か水色か黒しかないんですよ。でも僕の見えます？金と黒ごちゃごちゃしてるでしょ。このアクセサリーを作ってるケンジさんっていらっしゃってね、ケンジさんの家に行って自分でこうやってクククって削って、黒と金をね両方見えるように自分で削って、で中に樹脂を入れてこうやって固めてるっていう感じなんですけど、こちら中身削っていきます。最初の感覚あんまり考えずに、なんか今なんかこう、うん、考えすぎると確かにね、イエーイ、 おすごいキラキラしてる、おわ素晴らしい、すごい、こん中から選ぶんですね、うん、怖っ、めっちゃ怖い、うん、ちっちゃすぎる、ちっちゃすぎますね、むずいなうんうん、やっちゃっていい、やっちゃっていいですか、失敗したら知らないけど、怖いって、なんでそうやって言うのよ。すぐプレッシャーかけるいや、うんうん、いい感じだね、良きですね、うん、良き、うん、こういうなんかセーターとか着るときはこっちかなが多いのかな、うん、なんか使い分けてます。さて、じゃあ早速、今日はプリマに行って買ったものですねをちょっと紹介しようかなと思います。じゃあまず一つ目はこちらです。黒のデニムパンツです。お前黒のデニムパンツこないだ買ったばっかりやなかったやって思うやん。レイハブの黒のパンツ買ったばっかりやったんだけど、色味がすごく好きなんですよ。あれはすごい真っ黒で、どうですかこの色の違い。29インチです。で、あっちが31、太さがちょっと違うんですけど、この辺のグレーの感じですかね、すごく好きだなと。あと裾のこのダメージ、いてててこれ映ってんのかな、この裾のダメージの感じとかが結構僕はお気に入りですね。黒のパンツは俺の中でいくら持っとってもいいジャンル、ジャンルジャンルじゃないけど、もう黒のパンツばっかり履いてしまうけん、他のパンツがちょっとかわいそうになってしまうぐらい。でもこれも履き潰そうと思います。この黒のパンツもさっきの黒のパンツも、あの、初売りで買ったデニムパンツも、デニムって永遠着て、あの履けるけん、俺の予想だと永遠履けるパンツっていうところやけん、あのこれは大事に履いていこうかなと思います。シワが出るぐらいね。ちなみにね、さっきのリーバイスのパンツいくらと思う？1000円。安い。それは買うやろ、それは買うよ。だってあんなにいい感じでさ1000円やったらさ、そりゃ買うよ。じゃあもう一つ目いきましょう。これですね、コーデュロイのデカデカパンツ買いました。これラルフローレンの 80s かなだって書いてたような気がするな。てかこのセーターとこのコーデュロイの組み合わせが絶対いいんだろうな、いい感じっちゃろうなって思ったら、ほら見たことか。3つ目はバッグ、買い物した後に袋がないですと、紙袋がないんですよみたいな、だからそのままお渡しするか、なんかちょっと紙袋待っててくださいみたいな感じになったけん、あーいいっすいいっすみたいな、それだったらもう僕あのバッグ買いますって買ったバッグはこっちですね。バッグね、安いのあったじゃん、なんかエコバッグみたいなやつが500円とかで、それも可愛い感じでなんか売っとったけん、まあ、それでいっかって思ったっちゃけど、でもその中でも一番輝いとくぐらい可愛かったのはこのバッグやったったい、俺の中で。でこれもなんかね、アメリカの老舗ブランドのバッグで、これもうリュックばっかりったい持っとうのが、
でけん肩かけるやつなんか一つしか持ってなくてなんかいいかと思って。ちなみにこれが一番高いっすね。5000円ですね。こいつが一番高いっていう。店員さんが謝りよったらすいませんみたいな、袋がなかったがゆえにちょっとバッグかわしちゃってみたいな、かわしちゃったみたいになっちゃってみたいな言ってたけど、全然全然大丈夫です。かわいいかわいいっす、これ俺好きっすって買いました。あと帽子が2つですね。帽子はこれです。2つはこういう帽子を買いました。両方とも1000円です。それ以上でもそれ以下でもないんですけど、この2つを買いました。はい、というわけでございまして、以上でございます。フリマでたくさん購入しちゃやったぞっていうのをですねご紹介させていただきました。もしいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。どうですか、ルームツアー的なやつした方がいいですか。ルームツアーっていうか、まあ作業部屋とこのリビングを紹介します。リビングはもうほぼこれですからね。ほぼこれですからいいんですよ。リビング兼撮影場所もいい感じになったので、もしかしたら途中でふと思いついてなんか付け足すかもしれんくて、あそこの上にねまた台を作りたいなって思っとった。このね、あとここ布をかけとったけど、この布もねもうちょっと綺麗にできたらいいなって思っとったりするじゃん。だから空いた時間でなんとか作るようにはしとったけど、多分なんかねこう変わっていくと思っちゃう。だけど鍋さんちを見ながら変わっていくのも皆さん一緒に楽しんでいただけたらいいなと思いますので、ぜひ、今後とも応援よろしくお願いします。以上、宝部リオジでございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。